江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷さんね、今回のパリ五輪はやっぱり球技ハンドボール以外全滅なんですよね。なんでもうね、なんか昔のことを解雇し始めちゃってるんですよ。渓谷民、今見ても信じがたいロンドン五輪の成績ということでね、はい、画像が1枚貼ってあったんですけども、こちらでございます。ポン、はい、ということでね、メダルカウントで1位が、アメリカ、2位が中国、3位がイギリス、4位がロシアで、5位が韓国だったということで、まあこんな感じでね、まあ良い時の成績ですよ。じゃあね、ちょっと書き込みの方を見ていきましょう、ね、わあ、ヨーロッパの本拠地で開かれた五輪なのに、ドイツ、イタリア、フランスをすべて抑えて堂々の5位。日本はほぼダブルスコアの差。この時どうやって総合5位になれたのでしょうか。はい、という書き込みでした。それではですね、こちらに対して渓谷の反応を見ていきましょう。はい、それでは1人目、大統領がイミョンバク。関係あんの。この時ワールドカップもそうだし、スポーツ運も良かったわら。北朝鮮が20位というのを見ると、我々の国は軍免除のために命を懸け、北朝鮮は死にたくなくて命を懸けたのでしょうね。イミョンバク閣下の力、歴代級に楽しかった。あんな時代もあったんですねロンドン五輪っていつの話。北京オリンピック7位、バンクーバー冬季オリンピック5位、南アフリカワールドカップ16位、ロンドンオリンピック5位、2009 WBC も準優勝。ミョンバク閣下の力、我が国の最盛期ですね。その後は奈落の底へ。2011年ダーバン IOC 総会で平昌冬季オリンピックも誘致成功。イ・ミョンバク閣下が直接現場に行って英語でプレゼンテーション。日本と今は正反対の立場になってしまいましたね。スポーツの黄金期だったんですね。年間70万人が生まれた世代が豊かに育ち、さらに打たれながら運動したエリートスポーツの最後の時代でもあった。あの時も総メダル数は日本の方が多かったですね。振り返ってみると、ミョンバクの時代が良かったね。 W 野球もそうだったし、ミョンバクの時代はスポーツ大会の成績が全部良かった。花火の最後は華麗なもの。はい、というね、意見でした。それではチャットの反応いってみましょう。ほう、しょんぼりしてんなおい不正全盛期だったんだろ。 K さん、遠い目で明後日の方向を見てニヤニヤしてる。都合が悪い現実だからって否定すんなよわら。韓国テレビ中継するのかな。ロンドン五輪って散々ごねて奪い取ったメダルがあるやん、わらわら。信じがたいなら信じなくともいいのよ、事実は変わらないから、わら。過去にすがるな、わらわら。過去の栄光にしがみつきすぎ。お前ら残念だな。テレビでソウル五輪の映像を流して永遠にニヤニヤしながらほるっとけよ。審判買収がうまくいってたんだね、わら。ごねめくりでてこでも動かなかった時ね。審判の買収が巧み食いってたんですね。わかります。ルールもマナーも無視して取ったメダルは美味しいか。メダルだけとっても袖の下の力。ああ、巨人が負けても過去の勝ち試合を放映する日テレみたいなもんか、わら。ロンドン大会ってビデオ判定あったかな。そりゃ審判買収でできなきゃ朝鮮は予選すら突破すら無理だろ。ばらまきしたんかな、わら。札束ビンタがまかり通ってた頃か。ミョンバクは金配ってそうだなから。何で取ったのよ、いつもメジャー競技でいなかったろ。ロンドンの時は審判買収がしやすかったんだとしか思えんが。ごねて頑張ったで賞とかもらった時だっけ。2012年か。え、日本はこれから沈むんじゃないですか。どうしちゃったんですか、わら。ロンドン五輪はアーチェリー、フェンシング、射撃の3種目でメダルを荒稼ぎしただけですよ。その最盛期の栄光を掲げて現実から目をそらしてるんですね。わかります、わら。
過去の栄光にしがみついてばかりいるから今そんなんなってんだよ。相変わらず現実逃避ばっかだな。わら、反則や審判買収のオリンピック歴史しかないんじゃないの。王国の影響で近年ビデオ判定が進歩したからかな。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。